チャオ、マヒロです。狼、続きからやっていきたいと思います。で、ここにいる人と話すところからだね。スズラを、なんと、狼までもがこんなところに迷い込むとは。いよいよ世は混迷してきたと見える。狼よ、そなたも我が謁見の前、説法を聞きに来られたのかな。我が名はつづらを。卑弥呼様の命でこの西安教の摂政を務める二僧だ。おお、すげえポイン。二僧つづらを。してそなたはどのような迷いを持っておられるのかな。母音、同じこと言ってるよ一寸と。ん？これはこれは可愛らしい妖精も一緒だったのかね。なんかあれだね、 BGM 色気が色っぽいな。お、おいら一寸伝代、言っておくがその母音に目がくらんだわけじゃないからな。母音？それよりあんた、今この都で頭を張ってるって。都は得体の知れない霧に覆われて、海じゃ水流がどうのって物騒な話も聞くのによ。当の女王様は神殿に雲隠れしてるって言うじゃねえか。街中でも人がバタバタ倒れてるってのに。それでも女王様は布団の中で安閑としてるのかい。そなたたちも妖島原に迫る闇の気配を感じて参ったか。信州平原ではあのヤマタノオロチが蘇ったものの、勇気ある剣士によって退治されたというではないか。その吉凶入り混じった混沌の波はここ漁島原にも押し寄せている。行かれる水流が海原を荒らし、まがまがしき濃霧は都を冒涜する。それもここ数日でさらにその度合いを増し始めたのだ。平和だった中津国はどこへ行ってしまったのだ。まだ喋ることある。混沌の波がここ数日で度合いを増したって。まさかオロチを退治した時のあの不気味な影、奴らがこの漁師マハラに取り付きやがったんじゃ。ほれ、イッスンとやら、何を一人でブツブツ言っておる。へへ、聞いて驚くなよ。信州平原でヤマタノオロチを退治したのは、何を隠そう、ここにおわす狼アマテラス様よ。な、何？この狼が？まさかオロチを退治したのはスサノオという剣士だと聞いたが。まあ確かにとどめを刺したのはあのおっさんだけど、でもこのアマコウだって結構頑張ったんだぜ。結構どころかかなり頑張ったけどね。それがどうしても信じられねえって言うなら、今ここでこのアマコウの通力を見せてやるぜ。え？何？通力？一寸や、通力とやらはいつ見せてくれるのだ。待ってろい、今見せてやら。おい、アマコ、何でもいいから筆調べをかましてやれって。え、いいのかそんなのやって。風でいいかな。あれ、火だったわ。今のは見たかい、これがアマテラス様の通力、その名も神業筆調べよ。そんなことペラペラ喋っていいの。筆調べ？
なんとも面妖な。しかし確かに恐るべき通力だ。そうだろう。この甘子にはできないことなんてないのさ。このものならば我らの願い叶えてくれるかもしれぬ。願い？なんだい、そんなにおっぱいがでかいのに悩み事があるのか。いや関係ないからね、おっきいとか小さいとか。何言ってんの一寸。いや今の言葉は忘れてくれ。あの魔除け札を失った今、我にはいかなる手の打ちようもないのだ。魔除け札？それを持ってくりゃいいのか。売ってるかどっかに魔除け札。そういえばなんかちょっと思ったんだけど、なんか魚が取れないとか言ってたじゃん。魚売ればめっちゃ金になるんじゃない。ちょっと道具屋さんに行ってみようか。買い物をする、買う。これどこで使うんだろうな。魚500両。そんな売れないんじゃない。あとなんだっけ、魔除けの札とかも売ってないし。魚、サワガニ、メダカ、ザリガニ、ハゼ。あーなるほど、これあれか、今までに釣ったやつか。サワガニ999匹持ってるけど、そんなミニゲームみたいなのないよね。ここら辺売っちゃっていいかな。はい、メダカ、ザリガニ、ハゼ、オオシャケ、ジョーズ、タチウオ、すげえなー。はいはいはい、骨董品も売れるんだね。どうしようかな、シビマル買っとく？なんか必要になりそうだよね。はい、木炭。ここら辺もいるかな。買っとくか一応。で、反対側で武器売ってたでしょ。どこだ？あ、ここここ。はいはい。買い物で七つ鞘の太刀、これ買えるよね。はい。で、装備品、これか。刀身が7つに分かれた剣、表神器に据えるとき合点の筆技が宿る。はあ、いや今使ってるのがさ、すげえ楽だからさ。いくたま、あー、いやこのままでいいかな。表神器、防御、これを裏にしてみる。これでいいかな。でその魔除けの札みたいなのどこにあるんだろう。売ってるのか、今は手に入らないのか。なんか右側に行けるとこあったよね。そこ行ってみようか。ここね、こっち側に。なんだろう、ここ。ん？裏口かな？ここはなんだ？我々は、卑弥呼様の親衛隊。卑弥呼様はこの先の神殿で都のために御祈祷を捧げておられる。あ、この奥にいるのか。
その間は誰も中に入れぬよう仰せつかっているゆえ、犬一匹とてここを通ることはまかりならん。通れないと。なんかあるけど、ここは入れんのか？あ、入れない。そっちの奥は呪われてるからダメだね。あ、なんか、光ってんな。なんかあそこから出てない。もわもわもわって。霧。これは？ん？なんだこれ。名手、鋼の魂。これなんか、ひな祭りで使うあれみたいだね。人が座ってるよ。ブツブツブツ。貴族の男。帝様は一体どうされたのだ？やはり、病が原因なのだろうか。帝様。まあ、かわいいワンちゃんだこと。ワンちゃんも夫の愚痴を聞いてあげてくださいな。夫は最近悩んでばっかりですのよ。なんなの？なんかすごいね。ここがお家なの？なんかあれだね、かぐや姫も出てきそうなところだね。これよこれ、なにこれ。うわ、すごい。あ、なんか右側。なにこれ。ん？ねえ。ねえ、聞いてる？どうしたんだ、職務中に。あのさ、ちょっと聞きたいんだけど。俺たちのご主君様のことどう思う？なんだと？どうも何も、はからの帝様は、それはそれは立派な方ではないか。帝のお家なのかな、じゃあ。今は原因不明の病に倒れ、床に伏せっておられるが、俺は宝の帝様の一刻も早い回復を望んでいる。それは俺も一緒なんだけどさ。でも原因不明の病とは言うけど、あの霧の渦、どう見ても普通じゃないよね。あれ、宝の帝様が倒れた途端、帝様の部屋から立ち上り始めて、ここが元凶じゃん、やっぱ。あっという間に都中に広まったんだよ。そしたら今度は都のみんなが苦しみ始めるなんて。ねあの霧完全に怪しいよね。確かに普通ではない。だが我々が宝の帝様を案じ容体を伺おうにも、厳しく人払いをされて医者さえも寄せつけぬ。よって誰にも真相を突き止めることができんのだ。それから屋敷の牢に娘さんが一人閉じ込められてるでしょ。あの子何も悪いことしてないのに、どうしてあんな目に遭ってるの？かぐや出てきたぞ。さっきかぐやがいるっぽいみたいなこと言ったけど、本当にいるとは。かぐやとかいうあの娘か。捕らえておけとの命ゆえ、我々も従うほかないのだが、なぜあのような命を帝様は仰せになったのだろう。その帝様って本当に昔の帝様か。倒れたって言ってたよね。もう死んでんじゃないの。帝になり変わってる妖怪みたいな。宝の帝様が病に倒れてから都の様子はすっかり変わってしまった。一体屋敷の奥では何が起こっているのだろうか。あ、ここに潜伏すんじゃね。なんかある、なんかある。何これ。ん、この妙な札束はなんだ。どうやら一枚一枚呪文が書いてあるようだぜ。
でもこりゃ念を込めた術者本人しか操れない類の札だな。オイラたちが持ってても無用の長物台。え、何これ、加える札あれじゃない、これがあの探してるあれじゃないの。あ、消えちゃうわこれ。なんだここは。小さな穴っぽこから霧がもくもく出てきてるぜ。おー、すげえ。この屋敷怪しい匂いがプンプンすら。でもこんな穴っぽこ小さすぎてさすがにお前じゃ入れねえよな。あ、それで海で、あれ、まだ加えてる。海のあれを取ってくるんじゃない。でもなかったよね。どうやって取るんだろうか。ナンパ船のお宝にちっちゃくなるアイテムがどうのこうのみたいなの言ってたけど、それをこのストーリー、これによって取れるようになるのかな。なんと龍馬との戦いに欠かせぬ我が魔除け札をこの広い都から探し出してきてくれたのか。てっきり龍馬どもに奪われたものと思っていたが、無事戻って何よりだ。しかし獲物を嗅ぎ当てるその力はまさしく人知を超えた神なる力。狼よ、そなたアマテラスと言ったな。アマテラス殿、その通力我らのためにぜひ役立ててはくれぬか。お、なんだい、やっぱり神頼みかよ。願いというのは他でもない。貴殿もこれまで見聞きしたように、この漁島原は混乱の渦の中にいる。それもすべては闇より湧き上がる忌まわしきものども、龍馬の軍勢によるものなのだ。龍馬の軍勢？そう、今まで野で徒党を組んでいた雑魚とは比較にならぬ妖怪が闇の深淵より現れいで、この漁島原をばっこし始めた。神殿にこもられた卑弥呼様に代わり、摂政を仰せつかったこのつづらを、いつもなら我が法力を駆使し龍馬など退散せしめてくれるのだが、この度は敵の力があまりに強大ゆえ、我が法力ではかなわぬのだ。お頼み申す、今こそ我に力を貸してくれぬか。そりゃ結局卑弥呼に力を貸すことになるのかい。うさんくせえ、気が乗らねえな。都の民の中には神殿にこもった卑弥呼様を悪く言う者もいるが、卑弥呼様はきっと我らのために神の加護を祈っておられるに違いない。本当か。しかしいくら卑弥呼様といえど、水流を沈め都を払い清めるには法力を高めるための強力な神技が必要なはず。それを探すのを手伝ってほしいのだ。神技。アマテラス殿、改めて貴殿にお頼み申す。我が願い、どうか聞き届けてはくれぬか。とりあえず話を聞くだけ聞くにしないと進まないでしょ。仕方ねえな、その母音に免じて聞いてやるか。母音と、ともかくそなたもこの都に参られる時に見たであろう。この漁島原に入ってすぐの沖合に眠る水流に沈められた宝物船を、あの宝物船は他国との貿易に使われた船で、卑弥呼様が取り寄せた大切な宝物を積んでいた。
しかし我が物顔で暴れ回る水流は海を行き交う船を次々に襲い、神器を積んだあの船も港を目前にして沈められてしまったのだ。卑弥呼様がやっとのことで探し当てたその神器、狐管は、操る者にいかなる妖魔をもほふる力を与えてくれる絶世の宝物で、この西安京の、いや中津国の国宝となるはずだった。今あの狐管さえ手にあれば妖魔の信仰をみすみす許さぬものよ。天照殿、あの宝物船に乗り込み、船の積み荷から神器狐管を探し出すのを手伝ってはくれぬか。いやでも何もなかったぞ。なんだと。ちょっと待ちない、宝物船に乗り込んで宝を探せだ。そりゃあ可愛い姉ちゃんの願いならおいらには断れねえけど、このアマテラス大先生が首を縦に振らねえんじゃどうにも。でどうなんですかい大先生、ボインねえのお願い聞くんですかい。ボインねえ、聞いてあげるしかないでしょ。いや残念、アマテラス大先生がそう言うんじゃ。なに、アマコ、お前今なんて。おう、アマテラス殿、地獄に仏とはこのことなり。では早速宝物船へ向かいましょうぞと言いたいところだが、三日月の昇る夜が来るまでしばし待たねばなるまい。あの宝物船が座礁している浅瀬は三日月型といって、月見櫓から三日月が見える夜だけ潮が引くのだ。潮さえ引けば宝物船に入るのも容易になるゆえ、三日月の夜に宝物船で落ち合おう。三日月の夜にすればいいのか、三日月書いて。